ボナ美術館は、フランス、バイオンヌにある美術館。フランスの画家で、パリのエコールデ・ボザールにおいて教育者としても、活躍したレオン・ボナが1891年、故郷のバイオンヌ市に寄贈した美術コレクションを確認、その他個人コレクターの寄贈を受けて設立された。公立美術館でありながら、リベラやエルグレコ、ゴヤといったスペイン絵画から、イタリアび北方ルネサンス。 17世紀、フランドル絵画、アングルやピュビスド・シャバンヌラ19世紀、フランス美術まで、画家が自作品以外の美術品を体系的に収集した珍しい例として評価されている。ベインフォーター・イーザム・ P107、カンサルトリュ14と2010、アンセム・ガイド・ツー・ザ・アート・ギャロリス・アンド・ミューズアムズ・オブ・ヨーロッパ、86、高橋昭や、バイオン・ヌボナ美術館、菊池隆 高橋明也、青山進む、フランス発見の旅魅惑の地方を訪ねる、西編東京書籍、2000年、P191、ISBN44 億8779万5494。ありがとうございます。